はい、できました。今日は鶏ももの塩焼き、それと寒卵で TKG、 それと、自然薯のと、昆布とろろのお味噌汁、それと、ナスビと人参と、カブラの古漬け、以上で食べましょう。TKG を作りましょう。まずね、白身をね、入れて、あ、醤油もあったかな。醤油もなかったんじゃん。あれ、醤油どこ行った？あれ、まあこれでできるかな。では黄身を、普通にそうな、白身だけ難しいよな、これ入れるの。よいしょ、よっ、うまいこと言った。卵の上置いとこう。で、白身だけ入れて、納豆もあんで、納豆食べないったら、まだ今日ご飯多い明太子あるから、おかわりまだまだあるし、こうやってその、あのパック入れといて、うん、パックの端っこに置いといて、ここに醤油を、入れてね、混ぜて、あ、落ちた、うん、おいしい、おいしい。で、ここに黄身を返します。とろりんとして食べましょう。いただきます。あ、おいしい、濃い濃い、味が濃い濃い、めっちゃ味濃いよ。寒卵はな、健康と金運が上がるらしい。鶏肉は金運が上がるらしい。うん、カリッカリで美味しい。甘いもの、味噌汁も美味しい。素朴やけどね、美味しい。やっぱり漬物は美味しい、美味しい、最高。鶏肉も美味しい。
僕やけど贅沢やね、うん、いい鶏といい卵忘れた、うん、いい醤油、いい醤油忘れた、いい塩のいい醤油で、いい塩のお味噌汁と天然だしで取った宇田さんの自然薯と、無添加のとろろ、これめっちゃ体にいいじゃん今日のご飯、はい、残念ながらこれは野菜それはあのその辺のキャベツまあ悪くはないやろ、うん、前は松田のマヨネーズ味噌汁びっくりするぐらい美味しいで、大好きなやつやろ、え熱い、コロナっていう名の風邪を予防したの、風邪ひいたらしんどいやろ、ジンに漬物が合うね、またおかわりする、ご飯の卵もいっぱいあるんで、ああ幸せっていう言葉しか出えへんかも、お米はミルキークイーンですね、今日はね TKG するからちょっとゴブ好きについて、玄米は今ねちょっとね焼っこい方が味が回って美味しいかなと思って、今白米の家やからゴブ好きについて、精米機あるとそういう時に、ね、便利やからね、おいしい、もうとろろがまたおいしい、おふがめっちゃ熱い、鶏肉もね、いい具合に塩効いて美味しいわ。カティケージおかわりが食べたいきませんけど、食べたら多分お腹が空きっていうな。口は食べたいんだけど、胃が受け付けへん。
味噌汁はすごく体温まる。美味しい。今日のあっちゃんちの晩ご飯は、TKG と鶏肉、鶏ももの塩焼きで、自然薯と、とろろわかめ、とろろ昆布のお味噌汁。じゃ、ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。まあ、素朴やけどね、こういうの大好きです。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんちの晩ご飯良かったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。またね、バイバイ。